懐中電灯の光る部分の大きさの型を取ります。型より一回り大きく紙を切り、全体に切り込みを入れます。懐中電灯に切った紙をセロハンテープで貼り付けます。貼った紙の中央に白い正方形を作るように黒い製本テープを貼ります。黒い製本テープを三角形に2つ切り、正方形の部分に貼ります。部屋を暗くして懐中電灯をつけ、光の部分を30秒間見ます。30秒後、白い紙や壁を見て何度かまばたきをして見えてくる形や色を確認します。部屋を暗くして懐中電灯をつけ、右目や左目だけで光を30秒間見ます。30秒後、光を見ていない目だけで白い紙や壁を見て何度かまばたきをし、両目の時と比べてみます。